マト伝統野菜、花苗賀、花苗賀は、生姜科の多年草である苗賀で、食材となる花水のこと、奈良県在来の香辛野菜である。県内で古くから栽培され、親しまれてきた伝統野菜の一つとして、奈良県により、マト野菜に認定されている。苗賀は、すでに3世紀頃から我が国でも栽培されていたと、言われる。伝に記された国の様子には、 はじかみ、立花、胡椒、にがあるが、美味しいのを知らないとあり、三世紀に、苗画があったことがわかる。奈良市の平城系長屋大邸宅跡から出土した、木管に、新物家族け売りひしおつけ売りひしをつなが家族館、なすひ右手四もの9月19日とあり、奈良時代に苗画をひしをつけにして食べていたことが、確認できる。百七十六年の、東大寺文書四の十二に、 白米六と新城名が一吹き青なきょ、大竹の子少小小竹の子小四に唐山老五小小豆四小、白豆五号串垣九串の記述がある。五条氏では、古くから栽培が行われている。五条氏は、元古町役長宅に保存している記録により、畜別に特色あるものを記してみると、明治六年の大部家妙が八十巻、明治十五年の過失寺妙が六十巻と述べている。 1891年の山和国町村史集には、宇宙軍、境辺の村かし辻苗が60巻目と記録がある。五条市大臣の上岡国太郎が、大正時代に苗が栽培の研究を始めたと言われ、苗が栽培の元祖とされる。2005年10月5日、奈良県から山和の伝統野菜として、山和野菜に認定された。直売所に並ぶ、 花妙が五条市を中心に、吉野郡下市町、大淀町など、吉野川流域が主産地。昼夜の寒暖差と、降水量に恵まれる、標高500から600メートルの北西斜面の山裾に畑が点在する。五条市大、深町の大新出区組合では、約40個の農家が合計約3ヘクタールの畑で植えている。二千十二年の統計では、 奈良県内で242トンが出荷されている。全国ではハウス栽培が盛んな高知県の生産量が圧倒的であるが、露地物に限れば奈良県が全国1位で24.8%を生産する。雑草の繁殖を防ぎ、日光を遮断して、辛いをピンク色にするため、畑全体に藁を敷いて無農薬で栽培される。 県内をはじめ京阪神の料理店や漬物屋に、直接おろししたり、卸売市場を経由して店頭に並ぶ。酢漬け、ぬか漬けなど漬物をはじめ、他の夏野菜と一緒に、和え物や酢の物、塩もみ、サラダ、マリネなどにするとすがすがしい風味と歯触りが、アクセントになる。そうめんやそば、冷ややっこの薬味などに使うと、香りが引き立つ。天ぷらや、素揚げ、 味噌田楽にして、揚げたてやきたてを食べると、香りが楽しめる。味噌汁の身としては、ナスとの相性が良い。麟芽の卵とじ、麟芽の炊き込みご飯は、産地の人々に馴染み深い。春に出る、麟芽竹のことを、奈良県では、タコナと呼び、酢味噌和えや味噌に、タコナ飯にして食べる。また、麟芽の若葉2枚を10文字に重ね、寿司飯と薄切りのしめ鯖を包んだ、 タコな寿司は夏の到来を告げる味である。ありがとうございます。